峠から西を望むツールマレー峠は、フランス南部のオートイコールピレネー県に位置する、標高2115メートル地点にあたる、峠の名称。近似、言語表記に近い、トゥルマレー峠もしくはトゥールマレー峠と表記されることも、ある。ピレネー山脈のほぼ中央部、ピック・ド・ミディ・デュ・ビゴール山のすぐ南側に位置する。峠の東側は、なだらかな斜面であり、この一帯は、ラモンジーの スキーリゾートを成している。峠の西側にはガバルニー渓谷が広がる。峠の西側に位置するルッスサン・ソバールを支点とした場合、水平距離にして 19km の地点であり、標高差は 1404m、平均7.4%、最大10.2%の勾配がある。また東側に位置するサント・マリード・甲板を支点とした場合、 水平距離にして 17.2km の地点であり、標高差は 1268m、平均7.4%、最大10%の勾配がある。峠からはピック・ド・ミディ山頂まで、未舗装路が伸びている。東峠は、ツール・ド・フランスのピレネー・サンミアク・コエステージにおいて、ほぼ毎年登場する定番の難所として知られる。最初に、コースとして組み入れられたのは1910年で、 同年の総合優勝者であるオクタブラピーズが最初に東峠を通過した。2013年の第100回大会までに78回登場している。また、ブエルター・エスパーニャにおいてもコースに組み入れられたことが何度かある。東峠には1936年から1987年までツールド・フランスのレース運営者を務めたジャック・ゴデの銅像があり、 また、オクタブラピーズの記念碑もある。また、この峠を首位で通過した選手には、ジャック後で記念賞として5000ユーロのボーナス賞金が与えられる。2010年のツールドフランスでは、東峠通過100周年を記念し、第16ステージ及びゴール地点として設けられた第17ステージと2回、組み入れられている。ジャック後での銅像、ありがとうございます。